スターウォーズエピソード6ジェダイの期間スターウォーズエピソード6ジェダイの期間スターウォーズエピソード6ジェダイの期間現代スターウォーズエピソード6リターンオブザ・ジェドイは1983年に公開されたアメリカ映画アメリカのスペースオペラであるスターウォーズシリーズにおける実写映画本編の第3作品目でルーク・スカイウォーカーを 主人公とする旧三部作の最終章、エピソード6にあたる。アメリカでの公開当初のタイトルは、リターンオブザ・ジェドイ、ジェダイの帰還で、日本での公開当初のタイトルは、スター・ウォーズ、ジェダイの復讐だったが、後年両方とも現在のタイトルに変更された。1997年の特別編公開、2004年の DVD 版や2011年の ブルーレイ版の発売に際し、その都度最新のデジタル技術などを用いて一部内容の修正、変更が行われている。ルーカスフィルムは当初、本作の副題をリベンジ・オブ・ザ・ジェドイ、ジェダイの復讐と発表した。その後、パラマウント社がスター・トレックシリーズの劇場版第2作の副題をベネヘンス・オブ・カーン、カーンの復讐と発表したため、 ルーカスフィルムが副題が類似していると、パラマウント社に抗議し、変更を求めた。対立の末パラマウント社が折れ、スタートレックの劇場版、第2作は、ザ・ラス・オブ・カーン、スタートレック2カーンの逆襲に変更された。しかし、本作の公開直前になりジョージ・ルーカスが、高潔な時代の騎士に、復讐、リベンジという言葉はそぐわないと考えを改めたとの理由で、 リターンオブセジェリ、ジェダイの機関に変更した。だが、日本ではすでに、ジェダイの復讐名義の宣伝ポスターなども含める関連商品の生産が、すでに十分に進んでおり、宣伝効果として、同名義での認知度は、すでに高く変更が間に合わない、また工業的成功を狙ったインパクトのある副題を求めたため、そのまま、ジェダイの復讐として1983年に、 公開され、1997年に公開された特別編でも踏襲された。2000年夏に日本で本シリーズのファンが解体署名運動を行ったが実現せず、2004年のスター・ウォーズ・トリロジー DVD ボックスの発売を機に、ようやく日本でも現代の直訳であるジェダイ期間へ変更された。遠い昔、遥か彼方の銀河系で、スター・ウォーズエピソードも、 帝国の逆襲より一年ほどの月日が流れた。ルーク・スカイウォーカーとレア・オーガナ、そしてランド・カルリジアンは惑星、タトゥインにネジを構える犯罪ジャバ・ザ・ハットの宮殿に潜入。ルークは惑星、ベスピンにてシスの暗黒郷、ダース・ベイダーに敗北し己の未熟さを痛感、過酷な修行を積み、ジェダイの騎士として大きく成長した。ルークとレアは一旦捕まるが、 反撃に転じたルークの活躍で、その場にいたジャバラギャング一味は壊滅、ハンソロを無事に救出する。その後、ジェダイの騎士としての修行を完成させるため、惑星、ダゴバに戻ったルークは、死の床にあったジェダイマスターヨーダに、改めて指導を申し出るも、ジェダイとして、技術的なことはすべて学びを得習得しており、もはや自分が教えることは何もないと、その成長を認められる。だが、 真の意味で、ジェダイの騎士になるには、最後の試練として、父ベイダーとの対決は不可避であることも告げられる。ヨーダーは静かに息を引き取り、その肉体は、オビワンケノービーの時と、同じく消滅した。その後、霊体として現れたオビワンケノービーから、ベイダーの正体が、自身の父アナキンスカイウォーカーであること、さらにはアナキンすら知らない事実として、彼にはもう一人子供がおり、それが、 レイヤーで、ルークの双子の妹であることを知らされる。一方、銀河帝国は、森の惑星エンドアの軌道上に、第二デススターの建造を進めており、最終段階視察のためにベーダー、さらに銀河皇帝、ダースシディアス自らが来訪していた。その情報を入手した、反乱同盟軍は、アクバー帝国のもとで、全戦力を継ぎ込んだ最後の反抗作戦を、立案する。 デススター攻撃隊長に志願したランドカルリジアンに、アイキミレニアムファルコン号がしたソロは、ルーク、レイアたちを加えた、潜入部隊を引き、デススターを守る、シールド発生施設の破壊のためエンドアへと向かう。エンドアの森の中で、ソロたちは、原住ミーニホーク族と遭遇、彼らの協力を得ることに成功する。ベーダーの存在を感じたルークは、単身帝国軍に投降。 ベーダーと対面した、彼は、かつてのジェダイとしての魂を取り戻すように呼びかけるが、応じないベーダーは彼をデススターに来訪していた、シディアスの下に連行する。やがて反乱軍の反抗作戦が開始されるが、ソロたち潜入部隊は待ち構えていた、帝国軍に捕らえられ、ランドラ攻撃部隊は、シールドとスターデストロイヤー艦隊や、タイファイターの挟み撃ちに遭う。すべては、 シディアスの仕掛けた罠であった。絶望的な戦況の中、デススターでは、シディアスの眼前で、ベーダーとセーバーを交えながら必死に、ホースの暗黒面に抵抗するルーク。一方のソロたちも、イオーク族の応援を得て、反撃を開始する。攻撃隊を指揮するランドは、ソロがシールドを破壊してくれることを信じ、帝国軍艦隊を前に、決死の総力戦を挑んでいた。そして、 ついにソロはイオークたちの助けもありです。スターのシールドの破壊に成功した。デススターでは、ルークとベーダーの戦いが続いていた。やがてベーダーに、わずかな心の乱れによって、ルークの妹、レイアの存在が知られ、ルークは怒りの声を上げて、ベーダーの右腕を切り落とす。シディアスはルークをダークサイドへと誘惑するが、ルークは、僕は、ジェダイだ。 かつて父がそうだったようにと述べ、ライトセーバーを捨てることで、ダークサイドとの決別を宣言する。皇帝はライトニングでルークを殺そうとする。その時、ベーダーは助けを求める。息子の声を聞き、アナキン・スカイウォーカーへと帰還する。皇帝を倒したところで、アナキンの生命が尽きてしまう。ランドたち攻撃部隊は、デススターの破壊に成功し、崩れ落ちるデススターを脱出する。その頃、 ルークもなき父アナキンを連れて、デススターを脱出し、エンドアの地に降りて、アナキンを仮装する。これで、帝国の時代に終止符が打たれる。当初は、スティーブン・スピルバーグが監督を務める予定だった。しかし、前作、エピソード後、帝国の逆襲で、ジョージ・ルーカスが、全米監督協会と喧嘩別れしたため、監督協会に所属するスピルバーグは、監督協会から、 本作の監督をしてはいけないというお達しを受けた。また、デビット・リンチにもルーカスはオファーしたが、こちらにも断られたため、仕方なく本作の監督をリチャード・マー・カンドーに譲ることになった。本作の後半では、当初はクセ星キャッシークが舞台で、ウーキー族が大活躍して、反乱軍と共に帝国軍を破滅に追い込む予定だったが、惑星エンドアが舞台で、 イオーク族が大活躍して反乱軍と共に帝国を破滅に追い込む設定に変更された。ソロ役のハリソン・フォードは本作でソロが死亡することを希望し脚本家のローレンス・カスダンも乗り気だったがルーカスが許さなかったため実現しなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。